トロンパどうもそうです。今回は23枚目選抜予想いいよということで5月の23日だったかな、発売されることが決定した23枚目シングルの選抜予想を今回はやっていきたいと思います。で、今回は2つの選抜予想のパターンを用意していて、1つはガチで予想したパターンと、2つは自分の希望だったりとかが入ってるパターンという、この2パターン作ったので、紹介していきたいと思います。じゃあまず1つ目、これは結構ガチで予想したパターンです。それがこちら、ドン。はい、ということで、こんな感じなんですけど、まず3列目では、たまちゃんが、初選抜に選ばれるんじゃないかなと思っていて、あとはキーちゃん、ランゼ、ひなちま、あやねちゃんの選抜復帰があるんじゃないかなと思っていて、まあ正直この3列目はめちゃくちゃ迷って、他にも2期生でこの3列目に入ってくるのは誰なのかなっていうのをめちゃくちゃ迷ったんですけど、今回このメンバーが入ってくるんじゃないかなと思ってます。で、2列目としてはさやなんとかずみんがまず2列目になって、みなみも帰り道は遠回りしたくなるから引き続き2列目で、あとは久保ちゃんの選抜復帰ですね。あとはいつも入ってるまなったんとれいかとマッチュンという感じです。で、1列目はなあちゃんが卒業したとこに、前回のシングルからはミオナが1列目で、そしてセンターという、感じなんですけども、まあ、やっぱりミオナがバレッタ以来のセンターになってくるんじゃないかなって僕は思ってます。はい、ということでカメラこっちなのにずっと下向いてたちゃったってなんですけど、僕が結構ガチで予想したのはこの選抜ですね。はい、で続いて2つ目の、僕の希望とかも入っちゃってるパターン、それがこちらです。ドン。はい、こんな感じでね、あんま変わってなくねって思う人もいると思うんですけど、まずは3列目ですね。3列目は初選抜が、ジュンナとレナチということで、まあ、ジュンナは僕がねセブンスバスデーライブに行って、乃木団でボーカルをねやってて、いやこれは選抜入れるべきなんじゃないかなって思うぐらい歌がめちゃくちゃ上手いっていう印象があったので、今回ここに入れてほしいなっていうのがあります。レナチに関してはまあ、Q 様だったりとかお城総選挙だったり、どんどんテレビ番組の出演も増やしてるし、ここで選抜に入れてほしいなっていうのが あります。久保ちゃんは、さっきは2列目だったんですけど、3列目での選抜復帰してほしいなって思ってます。続いて2列目、あとちょくちょくカメラ見ます。はい、ちょくちょくカメラを見ないとね。で、2列目なんですけど、初選抜たまちゃんを入れてるんですけど、いやたまちゃんを入れてるんですけど、これは完全にちょっと僕がたまちゃんがめちゃくちゃ好きなんで、2列目にしてあるっていうことと、あとはあやねちゃんも2列目、さっき3列目だったんですけど2列目になっていて、あやねちゃんの誕生日の時の動画でも言ったように、あやねちゃんのパフォーマンス力だったり表現力っていうのをぜひ2列目で見てみたいなっていうのが僕はあります。で、1列目に関しては南の1列目っていうのがまた見たいなっていうのが僕の中ですごい強いのと、あとはマッチュンもそうですね、マッチュンも1列目で見たいなっていうのがあります。で、あとはみずきの位置をよりセンターのアスカに近くしていて、みずきはやっぱりこれから、まあ、乃木坂を背負っていくというか、なんかもう人気が爆発してくる予感がしてるので、偉そうに言っちゃうんですけど、まあ、センターの横でより経験を多く積んでもらえたらなという感じです。で、センターはもちろん僕の推しのアスカちゃんということで、自己中でセンターやったばっかりですけど、やっぱり一番前の一番真ん中で見たいという思いはあるのでセンターにしました。はい、まあそんな感じでね、実際まあさっき紹介した一つ目のパターンも全く違くなるっていう可能性もあって、4期生がもういきなり入ってくる可能性っていうのも全然あるし、まあ、誰が初選抜になるとかも全然わかんないんですけど、僕の予想はこんな感じで2つで紹介しました。ぜひ皆さんの23枚目の選抜予想だったりとか、誰が入ってほしいっていうのがあったらコメント欄に書き込んでくれると嬉しいです。はい、ということでこの動画少しでもいいなと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。以上。